レッドソックス地元メディア DH 戦の大谷より山本由伸を獲得すべき。レッドソックスの補強について、一流の FA 選手を追い求め再び大金を費やすチームになるべきだという意見がありますが、優勝を狙いたいのであれば、その予算は翔英大谷に費やすべきではないと明確に主張しています。なぜなら、レッドソックスは打者よりも投手の補強が急務であると指摘されています。現在、参加のマイナーリーグには将来的にローテーション入りできるほどの実力を持つ投手が一人もいないという事実が優先度を説明しています。また、オリックスで吉田のチームメイトだった吉野部山本が今年ポスティングされる可能性が高いとの情報もあります。彼は、現在メッツで活躍している高大千賀よりも優れた有望株とされていますと、山本吉野部の名前に言及しています。吉田と山本がまた同じチームになるなんてオリックスファンが絶頂で言っちゃいそうやん。また山本吉野部で儲かるんかオリックス。吉野部への注目さらに高めてるのは千賀のおかげもかなりあるな。吉野部にいきなりそんな活躍求めるのは酷やろ。山本吉野部が吉田正尚の年俸が最低ラインスタートとか面白い。ベーブルースも二刀流時代より野手専念時代の方が評価高いからな。大谷も二刀流やめて野手専念する方が評価は上がる。怪我する前は適正年俸いくら言われてたと思ってんだよ。妄想も大概にしろ。大谷ホームランでねえ言われてもオルソンも出なくなって未だメジャー全体でもトップタイやないか。メキシコ戦見たら山本活躍するか微妙じゃね。打たれたん8回だけでそれまでほぼ完璧に抑えてたやろ。山本は田中万波の争奪戦になる。あの頃より年俸インフレしてるし7年2億ドルぐらいになりそう。まあ今の大谷は DH 戦やからな。山本に行くよ。日本投手は活躍する可能性高いし高価値あるよな。